全羅北道無形文化財第23号竹塩製造所許三層宝物第292号ケアムジ。ここの本堂には後世の人たちの健康のためにただ一本の道だけを歩いてきた匠の思いがあった。全羅北道無形文化財第23号竹塩製造所許三層。許三層は12歳の時ケアムジ住職のもとで仏教の道と竹塩の製造方法を伝授された。そして竹塩の伝統的な製造方法が許三層によって再現され、その効能と優秀性が広く知られることとなった。この神秘的な竹塩の製造技法について無形文化財竹塩製造技能保有者の許三層から詳しく聞いてみることに。